はい、おはようございます。アンチです。今日もですね、動画を見ていただきどうもありがとうございます。今日はですね、前回僕がですね、動画を撮りながら自分の毛細血管をこうお写しさせてもらったんですけども、今日はですね、その毛細血管の補足じゃないですけども、ちょっと解説していきたいと思います。で、ポイントがあってですね、毛細血管っていうのは指ですよ。指の毛細血管はこういうヘアピン状になっております。本来なら体にはこうクモの巣のようにこう張り巡らされてるんですけど、指先はですね、最後行き止まりなんで、こういうヘアピンのようになってます。まあ、これがですね、簡単に言うと正常な状態です。でですね、ポイントはですね、判断基準としてはですね、3つあって、1つ目がですね、ねじれていないか、2つ目が太さで、3つ目が濁りという、こういう形でですね、手法を見ていきます。でですね、僕の毛細血管はどれかというとですね、ですね、僕の毛細血管はこのこれとこれの間ぐらいですね。ですね、この太かったら何かというとですね、これです。食生活が悪いんじゃないんですかって言います。で、ねじれてるとですね、生活習慣、不規則じゃないですかって言います。で、濁りっていうのはですね、代謝の謝、あ、これですね、代謝が悪いですねっていうお話をさせてもらいます。今まで僕がですね、自分のですね、施術している方にチェックしたらですね、もうこことここですね、こことここ、まあここと正常と、ねじれ、太さ、濁りはなかったんですね、このあるんですけど、やっぱりね、カメラの中でもですね、ちょっと色がやっぱり濁ってくるんですね。でですね、一番、いろいろこうタイプ別にいろいろ見ていくとですね、こういう、まあ、簡単に細かく言うと6つに分かれてるんですけども、一番多いというかですね、症状でその冷え症とかもそうだったんですが、こういうのが正常で、あとその太くなったりとかね、こうぐーっとこう太くなったりとか、こう末端細くて下が広がったりとかねじれたりとかあるんですよ。ほんで一番ちょっと気になったのが、僕が、今までちょっと見てびっくりしたのは、こうあって毛細血管がですね、こう変にこういうのが正常って考えたら、こうなったりとかですね、なってるんですね。この、言えばこのこいつですわ、これなんですね。このタイプは何かというとですね、アレルギーが分かるんですね。アレルギー体質の方が分かるんです。で、自分では自覚症状がなくて、ちょっと花粉、くしゃみがよく出るとか、そういう方にこれをチェックする、てきめんなんですね。一発で出てきます。で、僕はですね、ああ僕花粉症やったんで、ああ僕もこれなるんかな、どうだ、ならなかったんですよ。ということで、だいぶかなりですね、僕の、毛細血管の状態が良くなってるってことなんですね。でですね、やっぱり指先なんで、人間の一番必要なところで真ん中にあるんですけども、体の、不必要な順番でいくと、やっぱ先が いらないもんじゃないですか。先の状態でこういう状態だったら、体内はまあまあもちろんいいだろうということなんですね。で、体内、指先がですね、こういうアレルギー体質が分かってるんだったら、中の方はもしかしたら、状態がもうちょっと良くないのかもしれないですし、逆に、言えば体外の方に発症してるから、ね、悪いかもしれないですよね。ちょっと何回、2回言っちゃいましたけども、要はですね、指先でチェックするっていうのは非常に大事だと思うんですね。ぜひですね、ぜひですね、でもこれできることはないんですけども、まあこんな形ですね、僕は毛細血管を見ながら、その方々に応じたですね、施術方法というかですね、その血液循環の大事さっていうのをお話ししております。でですね、やはりですね、その人たちの食生活であったり、睡眠状態だったり、
まあ、血管から見ていってもおかしくないような形で今やらせてもらっています。またですね、こういう僕がですね治療で使っている毛細血管のその考え方ですね、またそういうお話もしていきたいと思いますので楽しみにしておいてください。ではですね、またお会いしましょう。さよなら。